7月27日、松山市土居田町の松山河川国道事務所で、平成28年度国土交通行政関係功労者事務所長表彰が行われました。松山河川国道事務所では国土交通省設置法の公布日である7月16日に合わせイベントや表彰を行っています。この日は道路や河川で長年清掃活動を行っている方や道路工事などで有料工事を行った企業や個人を区部門に分け表彰しました。表彰後は表彰者を代表して株式会社有光組有光智則代表取締役が謝辞を述べました。関係業界の方々とともに一致協力して災害対応と地域社会の安全安心に貢献できる企業を目指してまいりたいと考えております。せっかく表彰をまたさせていただきましたので、少しでも励みにですねしていただいて、また今後の活動に生かしていただければなと思います。今回表彰された皆さんのますますの活躍が期待されます。